ットだと思いますね。もうちょっと前、もうちょっと前、上げられたクロス、パスしてるっていう感じもあるから大丈夫ですよね。でそのね、合流はできなかったんですけども、見てみたかったなっていう、今これ、まあ、鳥取としても流れに乗りたいんだろうなっていう、どうですか、印象ですか、はい、印象ですか狙っているんですけども、そういう意味ではこぼれて面白かったですね。面白いパスだったと思います。ドリブルでかわしてクロスで見れたかもしれないダンバンラム選手をこの天皇杯で、まあ、YouTube で見れるということでベトナム打った打ったー、ね、そうですね、まあ、本当前半ねあまりチャンスがなかったんでね、できました。最後原田選手ですか、はい、フックなんでねサイドが空いちゃうんでね、はい、そこに流し込むとかそういったところも出てくるんですよね。選手がうまくついてくるっていうのもありますよね。狙ったボール中に入れた、ダンバンラムの対応です、うん、あの準備がまだな中で縦にボールを送った、惜しかった。裏オフサイドはありますね、ギリギリのところでしたけども、とんでもないことになりますからね。まあ得点チャンスはねやっぱの機会